ブンブンマギーは2005年6月に放送開始されたデイブ・ポルスキー製作デイビッド・アッソン監督のハエの生活を描いたオリジナルコメディアにメシリーズであるこのシリーズはアメリカ合衆国のディズニーチャンネルで放送されたものの第一シーズン放送終了後に打ち切りになった本作のコンセプトはかつて最新絶叫計画や サウスパークの脚本を務めたことがあるデーブ・ポルスキーが手掛け全話文の脚本を本作の監督であるデイビッド・ワッソンと共に執筆した。制作初期に行われたアニメーションワールド・ネットワークとのインタビューにおいてポルスキーは個性タイム個性と自ら名付けた思春期のコミカルな一面がこの番組で生かされていくだろうと話しており、マギーは 自分の抱えている問題から目を逸らさずに計画を実行に移す方法を学ばなくてはありません。この番組において彼女は苦境に立つことなく人生を歩んでいくことはたやすいことではないことを何度も思い知らされることになります。と話している。制作総指揮はポルスキーとローラ・パーキンズ・ブリテンが務めた。ワッソンはマギーのキャラクターデザインも手掛けアニメーション制作には アドビフラッシュを使った。ワッソンは過去に映画や CM 制作でこのソフトを使ったことがあり、シリーズもののアニメの制作に向いているので今回も採用したと語っており、ディズニーにとっては初めてフラッシュを完全に使用したアニメとなった。キッズ WB のムーチャルーチャの打ち切りに伴いムーチャルーチャに関わっていた多くのアニメーターが、 本作に携わることになった。ワッソンによるキャラクターデザインは、テックス・アベリー、ワーナー・ブラザース、ウォルト・ディズニーといった、黎明期のアニメーターの影響を大きく受けており、ワッソン自身もキャラクターに白い手袋をはめさせたのは、彼らの作品に対するオマージュだと、アニメーションマガジンとのインタビュー内で語っている。その一方で本作のキャラクターデザインは、 日本のアニメの影響からも受けており、頭や目がとても大きく描かれている。マギーラがゴミ処理場に住んでいるというコンセプトは、資格を通じて視聴者に伝えやすいものだと、ワッソンは話している。アニメーターであるホルフェグティエレスがキャラクターデザインのスーパーバイザーを務め、ローマン・ライリーは背景やプロップデザインなどのスーパーバイザーを務めた。アニメーション制作は、 カナダのバンクーバーにあるバーベルエンターテインメントとインドのムンバイにあるフューチャーソートプロダクションズが行った。主題歌としてボブ・ティーレとディロンオブライエンが制作し、カナダの歌手スカイ・スウィートナムが歌ったジャスト・ザ・ウェイ・アイ・アムが用いられた。この曲の内容はプライドや需要、リーダーシップをテーマとしたものになっている。劇中音楽はアダム・ベリーが担当した。 チャーリー・アドラーとジェイミー・トマソンが音響監督を務めた。主人公、マギーの声を当てた、ジェシカ・ディシコは、当時新人で、この作品で初めて、テレビアニメの主人公役を演じることになり、同年初回放送が行われた、ルナティックス・アンリーシュとでもメインキャラクターを演じた。この他にも、デビッド・カウフマニア、トム・アドコックス、クリー・サマー、ブライアンド・ドイル・マーレー、 スーザントルスキーらが出演し、出演者の一人であるタラストロングは、マギーの宿敵であるドーンの他にも様々なゲストキャラクターの声を当てている。また、これらの声優の他にもラライン・ニューマンやジョン・ポリトといったゲスト出演者もいる。アメリカ合衆国にて、この番組は2005年6月17日の午後8時に初回放送され、 その後週末の午後5時半に放送されるようになった。2005年9月17日からは、ABC キッズの放送枠に組み込まれて放送された。ABC キッズでは午後9時半から放送され、2歳から11歳までのキッズ枠の視聴率は1.6、7を記録した。9期ワから14歳までのティーン枠では1.4、7を記録し、この3ヶ月の間における、 同時間帯の中で最高の視聴率を叩き出した。2005年8月、このアニメに参加していたアニメーターシーンセルズは、自身のブログで、ブンブンマギーは、実に素晴らしいアニメで、美術監督としての仕事や、キャラクターも、満足のいくものだったが、ディズニーにとっては、そんなのはどうでもよかったようだ。残念ながら、これでおしまいだ。と、このアニメが同じく、 ディズニーチャンネルオリジナル作であるバーバリアンデーブに次いで打ち切られたこと告げた。ブンブン、マギーの最終回は2006年5月27日に放送され2008年8月まで再放送が行われた。マギー役のジェシカ・ディシコは出演当時まだ新人だった。学園クイーンは誰だペットのジャーミーベビーシッターは大変だ。レストランでアルバイトハエネーター。 ダンスバンさ3回ファンボールで、兄弟対決、科学で A を取るには、スターは辛いよ、のみを、パジャマパーティーで、大騒ぎ、スペリングビーズがやってきた、スペリング。ビーズマギー VS 給食のおばさん、恋人はカメムシスカムバイツ、大売り出し、告げ口作戦ハエスカウト、スクープをつかめ、ゼブおじさんの農場、ベラの大冒険パイ投げ大作戦、たまり場が欲しい恋のライバルは、 レいな、ケビを売ります。シックデイズ。インク、宿題なんかしたくない。スティッキーフィートを救え。記録書き換え、大作戦、CM に出たい。お小遣いを値上げして、舞踏会ぶち壊し作戦キングチョコをゲットせよ。弱虫は誰だ。ハロウィンエピソード超一流になる方法。病院ボランティア困った妹、謎の DJ ピューパーとアライグマ大接近。二人は、 ベスト新優勝秘密のクロッグダンス、テストから逃げる方法シンクロナイズドフライング、家族旅行は、どこへ行くありがとうございます。